同福、衣服。牧野真一。キンキ、一ン枚か二枚の六号、どうしても書けない。書けないということを誇張するわけではない。書くことはいくらでもあるようで、憤満や希望や気悦や悲哀は少なからず持っているようだが、それが事実、あまりに強く、あまりに見苦しいもののような感じさえして、書きたくないと思う。 他人の袖にすがっても訴えたい悲しみやは感じているけれども、いざ言おうとなると、言ったってしようがないと思ってしまう。と、つい悲しい冗談気が出て、全然取るに足りないことなどを言ってしまうようになる。と言って、心のままを言うべく、あまりに自信のないことだ。などと言っているうちに、いつの間にか永たらしい文句を書いているようになる。 憎いやつだという気が起こって殴ってやろうかとまで思うと同時にたまらなく可愛くもなってくる嘘の言えない自分は自分だけで愛そうと定めて決まりきった慰めを言うようになってくる今日は六号を書かなければならぬという約束だったのがペンを取ったには違いなかったこれを書くことを苦しいとは思わなかったが 情けないことを書いてしまった。親愛なる処刑を許してくれ。